皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、 DSC オカルトラジオともです。ケイスケです。本日はケイスケ企画ということで、はい、よろしくお願いします。何でしょうか。はい、今日の企画はその力本物なのか、お祓い系の怖い話ということで。おお、はい、なるほどね。まあでもなんかそのお祓いについてどうこうっていう話ではなく、うんうん、まあお祓いにまつわってる話をいくつか集めたので、はいはいはい、それを紹介していきながら、うん、まあお祓いって言ってもいろんなパターンのが出てくるんで、うん、まあ、それを考察しながら進めていければなと思っております。うんうんうん、なんかちょっと前にお祓いの話、本コアかなんかで来てたね。うんうんうん、そうだからなんかそういうのもいいかなと思ったんですけど、今日はネットにあるお話からちょっと選んできました。うんうん、はいはい、なんで早速1番目読んでいきますね。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。昔毎日頭痛がひどくて憂鬱な日が多いことがあった。そんな時、とある自称霊感の強い人が、あなたお祓いした方がいいわよって言うので、おすすめの寺へ行った。ここは有名な寺だけど、お祓いが効くというのは知らなかった。料金もお気持ち、自分は3000円支払った。そして名前を呼ばれ本堂へ。お経の間も頭痛が取れない、終わっても帰り道でも取れない。なんだインチキじゃん、正直そう思った。その夜、いつも通りベッドに入って眠りについた。背中に妙な感覚があって目が覚めた。なんか誰かが背中を撫で上げるような感じと、頭の中がパクパクと開いたり閉じたりするような感じ。翌朝、なぜかは分からんが、とても幸せな気分で目が覚めた。頭痛もないし、皮膚の感覚が鋭くなったような感じ。数日後、自称霊感が強い人に会ったので、お祓いを受けるとどうなるのか聞いてみた。答えは僕が体験したものと同じでした、というお話です。うん、お祓いしたことがある人、うん、が霊感の強い人が言ってるのと同じ感覚になったみたいなことですね。俺一回さ、はい、昔夏風邪を引いてさ、8月の終わりぐらいかな、はい、の時にたまたまちょっとお祓いに行くみたいな、うん、お祓いっていうか、まあご祈祷みたいな厄除けのところに行ってお祓いを受けるみたいなことがあってさ、うんうん、ちょっと咳も出とったしどうしようかなと思いながらも、まあ行ったのよ。はい、でまあ咳も我慢しつつで、いざお祓いが始まるじゃん、うん、ちょっと咳が我慢できんくなってきてさ、はい、結構ゲホゲホしちゃったのよ。はい、でそのお祓いの儀式終わった後にさ、咳しとったのは誰って言われて、はい、3人ぐらいいたんだけどさ、俺と同席で、うんうん、俺の友達ともう一人知らない人と、はいはい、で「あ、僕です」って言って、たら「それ君出した方がいいよもっと」って言って、そのお祓いによってすごい咳が悪いものが出るからさ、あ、なるほどなるほど、うん、こと言われて、いや夏風邪ですって言って昨日からずっと咳出てますってその昨日からの咳は夏風邪だけど、この最中のやつだけは悪いものが出てた可能性がありますから、うんうん、まあ、まあ悪いもん出てんだけどね、昨日から、うんうん、そうですね、ずっとね、うん、ずっと出してるけど、うん5000円でしたお払い。あ、そうなんだ俺お払い行ったことないんですよね。あ、ちゃんとなんかそういう、まあまあまあ、そのなんていうの、その霊がついてるから行くとかじゃなくても、うんうんうん、その厄除けとかだったりとか、うん、あ、まあなんか一応そのなんていうんですか、供養じゃないですけど、うん、でお寺になんか自分の意思というか、うん、誰かに何かしてもらうってよりかは、うん、こういうのにここがいいよって聞いたところに行ってちょっとお賽銭入れてみたいなことはしたことあるけど、うん、なんかちゃんとなんていうんですか、お金払って、うん、お払いしてもらうみたいなのはなくて、うん、それこそしっかり見てもらうようなこともなく、なんかやめた方がいいよ。何よ、行かん方がいいと思う。そうなんですか。今までのケスケじゃなくなっちゃうかもしれない。あ、行った途端、うん、払われてそうか、うん、今いるからこれで入れるけど、ね、まあ、お父さんも払われるし、あ、今お父さんもいるんですね、うん、見てくれてるんですね、やっぱり、うんうん、全部払われちゃう行かない方がいいですね、うん、じゃあ行かない方がいいと思う。そう、なんか例えば体が重いとか、うん、あとなんかずっとだるいんだよなみたいなのが、うん、霊のせいだってなったことがないというか。あ、うん、まあ、ならんよね、うんうん、うん、俺もあんまならんな、それ。この霊感が強い人、うん、でちょいちょい会ったことあるけど、お祓い行った方がいいよみたいな、う
言われ方をなんかあんましたことないというか、うん、まあ、僕の場合はその霊感強い人って言われるような人たちに、うん、守護霊さんが強いからっていうのをよく言われてたけど、うんうんうん、なんかまあじゃあ肩痛いとかさ、うんうん、足痛いとかさ霊かなってならんもんね。そうなんですよね、うん、あ疲れ溜まってんなぐらいな、わかるわかるぐらいしかなかったんで、うんうん、でまあそのお祓いっていうこと自体はしたことないんですけど、うん、この頭の中がパクパク開いたり閉じたりするっていう感覚、うん、ちょっとよくわからんね。ねえ、うん、どういう感覚なんだろう。なんか悟りが開くみたいなことなんですかね。うん、頭の中が開く、うん、どういう感じなんだろう。ねえ、しかも寝てる時ベッドの中で寝てる時に、うん、急にそれが来るみたいな、うん、あ、俺でもね眠たい、ね、寝んといかん時に、はい、なんかと五感外しみたいなのを聞いたことがあって、はあ、五感外しなんて言ったらいいのかな。じゃあまず聴覚から外し、あ、聴覚最後だったかな、うんうん、なんかまずなんか匂い、あ、視覚か目つぶるから、うんうん、視覚をじゃあなしにします、はい、その次嗅覚なしにします、味覚なしにしますみたいな、なんかその感覚をどん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 自分の中で切ってく切ってくみたいな、ほう、外してくみたいな。でも俺うちさ結構 YouTube 流しっぱとかで寝たりするからさ、はいはい、最後の聴覚だけ外すみたいなのがさ、うんうん、自分の意識の中でまあまあ気にしないようにするみたいな、あ、はいはい、聞こえないようにするっていうよりかは、うんうんうん、っていうのをやるとさ、あ、俺もうすぐ多分宇宙行くわって思うよ。なんて言ったらいいの、感覚的にこのまま多分チャネリングみたいな、うんうん、なんじゃ俺宇宙と交信できるかもしれんって言って夢の中行く。へでもそんな体験したことないな。なんかふわーってなる。うん、なんだろう、サウナの水風呂の時みたいな感じ。いや多分ね、なんて言ったらいいのかな、寝る瞬間狭間みたいな感じ。うん、もうそれが眠りにつくスイッチみたいな。そうそうそう、もうああな、寝る、もう寝るなみたいな。へえ、うん、それで目が覚めたりしません？なんか、いや、もうそのままシームレスに夢の中に行ってる。うん、ちょっと経って、ああ夢見てたわみたいな感じになって、うん、あ、もうこれは寝れるで寝ようと思って寝る。そうするとすぐ寝れる。そうなんだ、うん、じゃあ僕あんま寝ないんですよ。だから寝つき悪いというか、まあね、うん、寝つけないんですよ俺も、ね、それ寝つきが悪い時だけやる。そうなんだ、うん、ちょっとやってみよう。なんかね、あ、なんか寝ちょっと眠気きたなって思うと、うん、寝れそうってなって覚醒するんですよ、うん、なんか、あ、まあちょっとわかるわ。で、うわ寝れそうだったのにみたいな、うん、そっちに意識取られちゃって、うんうんうん、起きちゃうみたいな。なんかそれをわざと自分の感覚から外していくみたいな。へー、なんかね、ヒーリングミュージックとかもかけんでいいし、うんうんうん、なんか本当は多分これ宇宙にと交信するチャネリングみたいな、はいはいはい、方法らしいだけど、うん、それをする方法らしいだけど、俺はそれで眠りに入るみたいな。へー、うん、もうなんか、うん、そういう、まあルーティーンみたいなのあるじゃないですか、うんうん、起きてからする、うん、でそれやらんとなんかちょっと一日気持ち悪いとか、うんうんうん、で寝つき悪くなるとか、うん、で逆にそれがやると寝やすいとか、うんうん、あれもなんか特殊能力な気しますよね。なんかまあまあスイッチを自分で作ってるような感じだよね。そう、俺ないもんルーティーン、あのタバコ吸うっていうぐらい、ね、起きたらまずタバコ起きたらまずタバコだし、別に起きとってもずっとタバコだし常やってることはタバコタバコを吸うっていうぐらいそれ意味なさそうですねまあ体には悪いわな。悪いですね、うん、そうだからなんかそのお祓い、まあ今回の話も、うん、お祓い行った方がいいよって霊感強い人が言ってきてお祓い行ったみたいな話なんですけど、うん、まあこういうちょっといろんなお祓いにまつわる話をちょっと紹介していこうかなっていう感じですね、うん、次のお話いきますね。なんか飲み込んだよね今ってなんか飲み込んどったなってなんかたくさん喋ってたら唾飲むの忘れる。あー、なるほどなるほど、ごめんなさい全然全然したわ次の話いきましょう。はい、ちょっと前の話、うん、自分の家は5人家族なんだけど、みんな体調が悪かったんだ。みんな各病院に通院していて、特に自分は一番悪く、消化器系の内臓がかなり弱っていて、
消化しないで食べ物が出てきたりするから内科に。それとひどい不眠症でろくに眠れず、自転車に乗っている時に睡魔に襲われることがあり、何度も危ない目に遭っていたから心療内科に通院していた。本当なんでこんなにみんな体調が良くないんだろうって思っていたある日、母が何とも言えない顔をして職場から帰ってきたんだ。ただいまも言わず母の口から出た言葉は、お祓いしてもらおうの一言だった。何でも母の同僚の人が数ヶ月前から何か言いたそうに母の方を見ていたらしい。で、母もその視線が気になって、どうかしたの？何か用があるの？って聞いたら、 A さん、かっこ母、今家族みんな体の具合良くないんじゃない？ A さんだけじゃなくて家族の方にももやがかかっているように見えるのよ。お母様はお年からというのもあるのだろうけど、発疹とか、ああ先月亡くなられた鳥さんが目を守ってくれたのね。あと旦那さんは腰、 A さんは腰までの上半身、下のお子さんは生理痛もそうなんだけど頭痛がひどいとか、特に上のお姉さんが体調が悪いと思うんだけどどうかしら。9年前に他界されたお父様が上のお姉さんにしっかりとついていて、なんとか守ってくれてるのね。これは家の状態が原因なのでお祓いをおすすめしたいんだけれど、神主さんを神社からお連れしなければならないので、これがオカルトみたいで嫌ならせめて家の四方に塩をまいて、あ、これもオカルトみたいよね、ごめんなさい、とその同僚の人がとても切ないような悲しい顔をしながら、勘違いならいいのだけれどと話してくれたそうだ。自分も家族もみんなオカルトなんてみたいな価値観なんだけど、その話を聞いてゾッとした。その同僚の人は家族構成を知るはずもなく、母も体調不良なんてこと職場の誰にも話していなかったのに、一つも外れていないんだわ。家族構成も体の悪い場所も祖父が亡くなった年月、その話の前の月に長年飼ってた鳥が死んだこと、目はどうかわからないけど確かに要手術と言われた祖母の目が、なぜか検査の翌週には全開していて、代わりに祖母に一番懐いていた鳥の目が濁っていたことがあった。これもなんか不思議。その同僚の人が勧めてくれた神社に頼んで家を丸ごとお祓いしてもらってから、しばらくすると嘘のようにみんな体調が良くなった。自分もしっかり食べ物が食べれるようになったし、眠れるようになった。その頃から祖父の家は白く濁ってしまったんだ。なんか遠くに行ってしまったみたいな感覚があったことを覚えている。長くなってごめんね。そういえば家写真って新しく変えてあげるべきなのかな、というお話です。なんかそのお祓いやってから調子良くなりましたっていうのはあるけどさ、どうなのかね、本当にその払われて良くなってるのか、なんかプラシーボもありそうな気がするんだよな。それはあると思うっすね。お祓いをやったっていう安心感プラス、なんかすごい、言い方めちゃくちゃ悪いけど、まあお祓いって結構高いじゃん。だからそれを払ってまでやったから、信じたいっていう気持ちっていうかさ。はいはいはい。まあ、でもそうなったことによって、まあ、結果と病は気からじゃないけど、良くなっていくのであれば、まあまあそうだよね、払う価値はあったと思うし、やってよかったなとは思うけどさ、まあなんかそれがね、その気からでそういう風になるのであれば、お払いなしにしても自分の力でもなんとかなりそうな気もしますよね。まあでもきっかけがないのか、そういう風になんかさ、例えばじゃあこの札を貼っとけば、もう適当に書いてたよ、それっぽい感じで、この札家のじゃあ北にの方に貼っときましょう、多分良くなるんでって言われて貼って良くなったら、まあまあその気からっていうさ、ところが証明されるというかさ、そうっすね、もうほんとど素人が書いたやつとかさ、なんかでもそういう話ありましたよね、なんかおからじで取り扱ったとかじゃなくて、YouTube で聞いたのかなんかで読んだのか忘れたっすけど、そういうインチキの人ので、なんか自分たちはもう助かったって思ってるけど、別の人から見たら全然取れてなくて、まだやばい状態みたいな、あーはーなるほどね、みたいな話を見たことあるっすけどね。まあでも
他の人から見ても、うん、見てそうだって言われても自分たちがそれで良ければ何ともないこととあんま変わんないですもんね。うん、そう、事故物件に住んでるみたいな感じというか、うんうんうん、悪いって言われとるけど、うん、自分は別に大丈夫だなっていうね、うんうん、うん、まあわかるなみたいな感覚なのかな、うん、そう。でもこれすごいのが、その僕らも経験あるじゃないですか、知り合いの共通の霊能力者さんに言い当てられるとか、うんうんうん、払ってもらったりとかね、うんうん、そう、その言い当てられた時の感覚ってなんかすごい怖くて、分かる分かる、うん、怖い。本当に僕その人とほぼ接点ない状態から言い当てられたりとかしてたんで、うんうん、それをなんかこうも的確にね、うん、言われると、こ、怖いなっていう方が強い、うんうん、なんていうのかな、すごいなっていうよりは、うん、うわ全部見透かされて怖いなっていう、うん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 、うわ今怖がられてるって思われてそうですよね、なんか、んだし、なんかちょっと嘘なんじゃねって思ってるっていうのもバレてる、バレてそうみたいなさ、うんうん、まあでも向こうの人はそれが当たり前でいるじゃないですか、うんうん、基本ね、だから気にしないんだろうけど、うんうんうん、なんかそういうのもちょっと気になっちゃうからさ、うん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 、そう、まあでもこんだけ言われて、まあ、恐怖感もあったんだろうすけど、うん、お母さんはもう帰ってきたらすぐお腹行こうっていうことで、うん、でなんか不眠症で自転車乗ってる時にだけ眠気が来るみたいな、うん、これもなんか悪いものに疲れてる感じしますよ ね、うん、そんな時だけ来る眠気って何って感じね。え、自転車乗ってる時は眠気が来る、漕いでるんでしょ、うん、俺自転車乗っとって眠くなったことないよ自転車多分俺の人生であんま3年高校、まあ、小中高ぐらいしか乗ってないけど、うん、僕今でも乗りますけど、うん、もう本当に寝ずに働いたってる時とか、うん、結構忙しくて、うん、2,3 日ほぼ寝てないみたいな状態で乗ってる時とか、まあ、バーって最初漕ぐじゃないですか、うん、である程度スピード出たら漕がずにシャーって乗っとるだけみたいな時、うん、なんかあくび出ちゃったりしますけどね。眠くなる？眠くなるっていう、うん、あ、まあまあまあ漕いでないもんね。そうそう、うん、なんか信号待ちとかねとかぼーっとしたりとか、うんうん、意識保ってないと。あー、ほんと、うん、俺ないわ。なんかそうね、その車とかだったらあるよ全然、うん、眠いなっていう、ちょっとあのサービスエリアとかで寝ようかなみたいなとか、うん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 、いっぱいあるけどさ、いや自転車で足動かしとってみたいな、うんうん、まあ漕いでない時にしろ、なんかさ防御力ゼロじゃん自転車って、わ、うん、かる俺バイクもそうだけどさ生身ですもんね、生身じゃん、うんうん、なんかその時に眠くなるってことがあんまないかもしれない。でも今俺が言ったのは、うん、自転車じゃなくても眠くなってますんで、うん、きっと。あ、まあそうだね、仕事中動いてたって眠いんですから、うん、その時は、うん、今なんか俺例えで一人で出してましたけど、うん、いや自転車じゃなくても眠いなと思って、うんうん、確かに確かに自転車だけだもんね眠くなる、うん、それはなんかちょっと不思議なね、うん。うん、だけど、亡くなったお父さん、まあ、おじいちゃんが守ってくれてたっていう、うん、ナルコレプシーみたいな、なんすかそれ、なんか睡眠障害、ナルコプレシー、いきなり眠くなるみたいな、会議とか大切な会議とかでいきなりバーンって眠くなったりとか、説教中とかに怒られてる途中とかに、はいはい、眠くなっちゃう、うん、でもう寝ちゃうみたいな。あ、そうなんだ、うん、15分ぐらいとかもうちょい経ってとすっきり目覚めるけど、うんうん、みたいな、なんかそういう絶対起きとらんといかんところみたいなところでいきなりガンって眠気が来るみたいな。へえ、うん、睡眠障害の一つね。あ、そうなんだ、うん、どうしても寝ちゃうみたいな。そうそうそう、もうどうしても寝ちゃうみたいな。へえ、あらがえん、うん、眠気が来る。え、そんなあったら車の運転とかめっちゃ怖いっすよ ねそれこそもう寝ちゃいかん状況じゃないですか。そうそうそう、ナルコレプシーっていうね。へえ、それはねめちゃめちゃ十分睡眠とっとったとしてもなるじゃん。あ、そうなんだ、うん、まあでも多いかもしれないですね、うん、そういう、いやだって僕と例えば友達と遊んでたりとかしても喋ってる途中で寝ちゃうやつとかいるじゃないですか、うん、え、今あなたが喋ってますよみたいなわかるわかるよまあそれこそ本当に2日ぐらい寝てなかったらそんな感じになる。ケイスケさんつってそうえってめっちゃわかる。危な、寝るとこだったとか言って起きるんですよ、うん、寝てたよ今あ、でもね、ナルコレプシー今ちょっと調べるとね、うんうん、10代から20代前半に集中発症が、うん、で特に14歳から16歳がピークであるとされていますだって。へえ、うん、なんか若い時って大人になると、うん、
なんとなくもうちょっとうまくコントロールできるようになると思うんですけど、うん、若い時って結構ストレスが溜まりやすいというか感じやすくないですか、なんか、うんうん、そういうのからの防衛本能みたいなことなんですかね。ね、なんかあるのかね。もう一回シャットダウンするみたいな、うん、なんか怒られてる時もなんかもう逃げれないというか、うん、うんうんうんっていう嫌なことからもうシャットダウンするみたいな、うん、だってあれポルターガイストも結構そういう思春期の強いストレスの原因っていう、え、そうなの、なんかのもあるらしいね、そういう説も。へえ、で自分がその力を発揮しちゃってるみたいな。そう自分のせいで怒ってるみたいな。へえ、大人になるにつれて特殊能力がなくなってくって言いますよ ねいろんな感覚が。なんかそのだってね、ちっちゃい頃幽霊見るとかね、うんうんうん、なくなってくって言うもんね。ねえ、うん、そうなんだ。そうやって人間になってくんだね。いや、ちっちゃい時人間じゃないんだそう、7歳まではなんか妖怪と、うん、間みたいな。間みたいな。あ、そうなんすね、うん、あのあれが周年の曲でも出てきたけどさ、うんうん、息はよいよい帰りは怖いはさ、なんか天神様な7つのお祝いに、この子の7つのお祝いにみたいな歌詞出てくるじゃん。うんうんうん、うん、で7歳になると通り合わせですよね。そう通り合わせ、うん、7歳になると天神様のところに行って人間って認められるみたいな。あー、なるほど。認めてもらいに行く話なんだけど、うんうん、行きはよいよ帰りは怖いはなんかまあ方言で怖いって疲れたっていう意味があるからそっちの意味もあるけど、うんうんうん、行きはその天神様の道には妖怪がいるんだって、うんうん、でも行きは半妖じゃん、はいはい、人間と妖怪の間だから手出しはしてこないけど、行って帰り道はもう人間って認められてるから、うん、襲われるから怖いなみたいなっていう意味があるらしいよっていう、ね、これ同様の回でやりましたよね、うん、やったっけ、うん、確かやった気がする、うん、そういうね、多分トモくんが言ってた気がするけどな。あ、本当？補足みたいな感じで、うん、なんかそういう説があるらしいね。いや、その妖怪たちは待ってるんですかね、人間の。まあ、でも頭いいよね、うん、かなり、うん、なんかまあそのさ、共通の先ほども出たあの霊能者さんも言ってたけどさ、うんうん、病院のにはめちゃくちゃ集まるっていうもんね、幽霊が。あ、そうなんですね。そのさ、あ、違うわ、共通の霊能者じゃないわ、馬の子が言ってたわ。うーん、馬のやすくんが、あー、うん、よく出るね、うん、オカルトラジオの中でも。病院と神社の周りはすげえいるっつって。あ、そう、神社の周り聞いたっすね。そう、神社の周りは、神社の中、その守られてる範囲は地域の、うん、いないけど、その周りにめちゃくちゃ溜まってて、うん、一回神社に入ると綺麗になって帰ってくるから、はい、もうなな取り付き放題みたいな。綺麗になって出てきたら、もうどんどんつけるぞっていう。そうはあ、うん、頭いいっすよ ね、うん、病院も幽霊1年生の人がいっぱいおるわけじゃん、その病院で死ぬわけだから。その場で亡くなって、はいはい、うん、それをすげえ取りとなんか狙ってるらしいよ。へえ、うん、なんかあれですね、一年狩りみたいな。そう、一年狩りか、ね、まあ新刊だよね。あそこで結果残すと、うん、バラ色の人生が分かるんですから。登竜門なんですね。登竜門なんですよ。で、なんかね、その現世を終えていきなり、うん、いきなり登竜門がまた来る。いきなり新刊来るだよ。そうなんですね、うん、で。どの部活、どのサークルに入るか、やっぱり。そこマジで重要ですからね。心霊写真部とかね。ポルターガイスト部とかいろいろあるもんね、やっぱり。まあ、やっぱなんていうのかな、うーん、まあ、呪いのビデオ部っていうかさ、ホームビデオ部みたいな、映像に入っちゃう系のところはさ、やっぱ花形だからさ、チャラい子が多い。やりさんみたいな。やりさんみたいな。また飲み会っすかみたいな。確かに派手な出方する時あるそうね。もうポイントねえんすけどみたいな。バイトするかみたいな。そうそうそう。ちょっと短期の。で、冬はゲレンデとかで、短期のバイトで、夏は海の家とか、海の家とかでそこで始まる恋みたいな。0と0で、あの子新刊に来てた
子だっつってあ久しぶりだね何々くんみたいな始まる声始まるんだ。そこでまた再会するんですね。テケティンってラブストーリーは突然に来た小田和正さん流れるんですね。あの世でもそうなんですね。あの世でもそうです。だって元人間だもん。同じことするでしょ。ちょっと行動範囲が広がるぐらいじゃない。間違いない。レイリーだっても今の曲とか聞くんすかね。あ、聞くんじゃない、知ってんじゃない、知ってそうですよね。うん、どうなのかね、その感覚的なもんっていうのはさ、今ブリンバンバンやってるんですか、ね、やっともうめちゃくちゃ踊っとるよ、ね、うん、払われろ。ゴーストトックでめっちゃ流行ってる。ゴーストトックってのがあるんだ。ゴーストトックでアカウント何個まで作れるんですかね。ゴーストトック、まあまあ、うん、そうだね。でもサブアカウント、うーん、そうポイント結構使うからね。あれも、それも全部ポイント制じゃんね、やっぱり。そのいう0ポイントは投げ銭みたいな、うん、投げ例とかあるんですか。まあまあまあ、まあ、一応あります。いや、その中にもヒカキンみたいな、あれかラファエルさんみたいな人がいて、いやいやいや、もちろんいる、もちろん。ステマとかめちゃくちゃしてる。新しいゴースター見つけて、そう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 。ゴーストッカーを、ゴーストッカーを探して、めちゃめちゃ0ポイント投げてってくれる、めちゃくちゃバズってみたいな。ここバズったら成仏しちゃいそうですけどね。まあ、あいつの心霊写真見た。やばくない、あの写り方。マジであれ流行るよねとか言って、やってみようやってみようとか、ね、うん、幽霊ピース。幽霊ピース懐かしい。思い出すわ、あの時木村さん熱かったからな。詳しくは映画レビューを見ていただければ、ね、うん。まあでもあれですよね、今こうやってお祓いの話してますけど、うん、実際そうやってお祓いみたいなことが行われてる可能性ありますよね。あ、なるほどね。どういう風になってるか分からないじゃないですか、仕組みは、うん、俺らの中で勝手にお経とかやったりとか、うん、なんかあいつ唱えとるやーっつって、うんうん、霊側的には、霊側的には、うん、まあちょっとおらんくなったふりするか。とか、まあなんかそれがなんていうんですか、クラブミュージックじゃないけど、うん、楽しくてテンション上がってきてそのまま成仏しちゃうみたいな。あ、なるほどなるほどね。 あるかもしれない ね、うん、無理くり意思とは裏腹に、うん、そうやって払われてるみたいなこともありそう、うん、はい、うん、じゃあ次の話やれんのかお前らって煽りで楽しむ準備はできてんのかお前ら、うわーっつってそのままそのまま。まさに昇天していくわけですね、うん、すげえな。そっから来てんだ、ライブの盛り上げとかは。どっちが先か分かんないですよ。どんな準備だっつって。何の準備だって。心持ちですよ、心持ち。準備ってなんだっつって。全然準備できてないやつおるじゃないですか。だけど一番楽しんでるか。すぐ成仏するんじゃないですか。コール&レスポンスで。一番やりがいありますしね、演者側もね、レスポンスあると、うん、ね。次の話いきますね。はい、すみません。いえいえ、次の話はこれですね。我が家に起こった話を聞いてください。私の家は父が建ててくれた築40年くらいの2階建てなのですが、3年ほど前に東側の空き地にアパートが建ちました。それほど広い土地ではなかったので、よくある1棟に4部屋の建物ですが、駅に近いためか完成してすぐに全ての部屋が埋まっていました。ところが1ヶ月もしないうちに引っ越しがあり、その後は頻繁に出たり入ったりの繰り返しです。長くても2ヶ月以内で引っ越しが行われていました。しかも2階の西側の部屋ばかりです。近所でも何かあるのかと噂になり始め、気持ち悪がっていました。私も家族の手前気にしないようにしていましたが、変だなとは思っていました。先月のことです。隣のアパートの管理会社から相談があるので会ってほしいという連絡があり承諾しました。話はやはり例の部屋のことで、大変申し上げにくいのですが、お祓いをさせてほしいという旨でした。噂を広めないために隣近所には挨拶があるんだなと思い聞いていたら、どうも話が噛み合いません。お祓いをするのは我が家でした。アパートの2階の西側の部屋と我が家の2階の東側の窓が
斜め前くらいにあるのですが、そこに人が立っているらしいのです。その窓は隣のアパートが建った時に丸見えなのでカーテンを閉め切りにしており、めったに開けることはない窓でした。その話をすると、カーテンと窓の間に立っているらしく、それが一層不気味だということでした。もちろんお祓いはぜひにとお願いして、今月の初めに終わりましたが、そのカーテンはしばらく開けれそうにないですというお話です。怖いね。ねえ、まさかの自分の家、自分の家が原因だったっていうのが一番怖いかもしれない。ねえ、なんかそのあの部屋引っ越すなって思ってたら自分の家、まあだから向かい合ってる窓にずっと誰かが立ってるっていう、ね、なんかさ、それを発見した時に、あ、人だってんなと思ってパーって見てて、うん、でまあ見終わるじゃん、うん、で、あれまだ立ってんなみたいな感じになって、だんだん気づいてくるんだね、うんうん、ちょっと不気味というか、うん、でも毎日見ちゃうわけですから ね、カーテンと窓の間なんて全然ね、そんな奥行きなんてそんなにないじゃん。ないっすね、うん、そうだから俺これ見た時に、そのそれで引っ越し決めるぐらい、うん、なんていうすごい怖い顔してるとか、うん、なんかこっちに向かって行ってくると か、ね、そういうのがあるのかなと思ってたんですけど、うん、ただ立ってるだけ、立ってるだけでも怖いっすね、うん、なんかずっと見たら、おーまたいるみたいな、うん、気味悪いっすよね。なんかその気づいた時が一番怖いっていうかさ、うんうんうん、あれ霊かもしれんみたいなさ、うんうん、俺そのちょっと前にさ、俺霊見たっつって、はいはい、自分家であれも結構怖かったもん、気づいた時に、うん、いやしかも、うん、そのともくんの見た幽霊の動きとかもめっちゃ怖かった。ビヨンビヨンしとるやつね、うん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 、怖かったね。すごい怖かった、上下に揺れてビョン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 って。うん、いやでも自分の家で、うん、それがあったら、うん、例えばあでもトモ君もそういうことがあって、うん、テレビ越しにそれを見たわけじゃないですか、うん、その場に確認行くのめっちゃ怖いですよね。まあ怖いね。あ、これでもまあ見たけどね、うん、後ろ開いとるからさ、すぐドアあるし、うん、バッて見たけど何もおらんくて、で画面見たらおらんみたいなさ、もう、うんうんうん、うんっていう感じ。その家はすぐ引っ越しましたよ。嘘つけ嘘つけこれがねリアルなんすよ。すぐ引っ越しましたなんてことはできん実家だしね実家やしできんそんなことはだからよくあるじゃん、階段でその家はすぐ引っ越しました、まあ、今回もそうだけどさ、うんうん、引っ越しがなんか最長持って2ヶ月とかさ、うんうんうん、言っとるけど、え、そんなすぐ引っ越せるみたいな。まあ、まあ、アパートぐらいだったらすぐ引っ越せるかもしれないけどさ、うんうん、引っ越せる。まあ敷金礼金とか親が払ってくれたりとかもするし、うん、まあそうかそうかそうか。まあ僕学生の頃めっちゃ働いてましたけど、うん、その時別にお金ありましたんで、うん、引っ越そうと思えば引っ越せる。本当？かなと、うん、無理だな。なんか保証会社とかもさ、まあどううんうん、多分俺みたいなさ、うんうん、個人事業主、まあフリーターみたいな、ケスケもそうだけどさ、うんうん、なんか保証通らんかもしれんしさ、なんかそういうのとかもいろいろ考えちゃう。お金もそうだしさ、いやでも YouTuber ってめちゃくちゃ難しいでね、その引っ越すの。あ、そうなんですね、家がみたいな。でもなんとかすると思うな。例えばそれこそどっか住んでるのであれば実家帰ったりとか、それほど嫌な目に遭えば、それこそ僕ストーカー被害とかありましたけど、あ、まあね、それがあまりにもやばくてとか、うん、まあ、もしくは自分が女性で、うん、もうどうしようもないってなればすぐさま逃げると思いますね。で手続きとかは大変かもしれないけど、まあまあそうだね、2ヶ月ぐらいとかだったらまだお金は払わんといかんけど、うん、その部屋にはいないとかは、まあ、うーん、親に相談とかもねできる人はできした方がいいしさ、うんうん、だけどその幽霊で引っ越しましたみたいな、すぐ引っ越しましたみたいなの、俺なかなかありえんと思うけどなって思っちゃうけどね。あ、そうなんですね。まあ俺は普通、そのさ、ストーカーとかだったらもう人的被害すぐありそうじゃん、うんうん、だからなんかわかるっていう感じはするけどさ、うん、うん、まあでも俺らちゃんと霊の被害に遭ってないじゃないですか。まあね、でもあったらもうマジで無理ってなるかもしれないですね。うん、かもしれない、うん、まあ、でも実家は無理っすね実家はなかなか、うーん、そうだね、ね、まあ、ちょっと次からこれ話すときすぐ引っ越したっていう風にするわいやでもおもろいですけどね普通におもろいできるかってなりますよねじゃあ俺今のトモ君の家知らん。次の日に引っ越しました
まあでも、うん、とその引っ越しを決めてちょっとの間違うところにいるだけでももう引っ越したっていうんじゃないですか。あ、まあ、そっかそっか。この話としては、うん、そこ重要じゃないというか、うん、重要じゃないの一番引っかかるもんそこがいやそんなすぐ出れて、うんうん、半年ビビった今悲鳴みたいに聞こえました、うん、めっちゃビビったよ、うん、目とでかくなりましたもんね、うん、うちの犬が死ぬ時ぐらい目がん開いた、ね、どっちですか、犬の方が開いてたんですか。犬目バーって開いてね、うん、って言って死んだ。へえ、うん、そうなんだ、うん、最後に息をユッケはね、うーん、吸って吸ってってことですか、うん、へー、ねえねえねえ、あのさ便とかさ、うんうん、あの子なんだったっけ、ちっちゃいモカとか、モカとかさ、うんうん、もうぐったりして今日なくなるかもしれんみたいな時からさ、うん、どんぐらい経ってなくなった。いやでもそれぞれ全然違いますよ。ユッケはあもうやばいかもしれんってなってから1時間ぐらいだったよね。あーそうなんですね。なっちゃんは一晩かかったやんね。やっぱそうですよね、ちょっと違いますよ ね、 ね。でもあの大型犬の方は早かったっすよ。あーやっぱ大きいと早いのかね、うん、あーグーさんもね 4,5 時間かな、うん、あ動けなくなってからは、うん、まあ結構ありましたけど、うん、と寝たきりで、うんうんうん、ってなってから、あいやもういよいよってなってからはすぐだった、うん、逆に小型犬の方は長かったかな、うん、そんな感じでしたね。うん、すいません。いえいえ。しました。じゃあ最後の話いきますね、はいはい。数年前にバイトで廃材運搬の助手をしていた。日当1万とかだったから呼ばれれば授業サボってでも行ってたのだが、その日は県外だけど3万出すよとのことで俺は即答で了承した。どうやらため池を整地にするとかで、そこで出た残土を別の山にポイするという内容だった。重機の免許もない俺の仕事は交通整理だと言われ、これで3万はラッキーって感じだった。現場に着くと埋め立ての業者と施主だか地主だかが揉めてて、まだ水を抜いていない状態。何より重機が入る道すらできていなくて、俺らのダンプもギリギリ入れるかどうかってことで離れた駐車場で待機することになった。結局金は出すからまた明日来てくれとのことで、その日はそのまま帰ることになった。それで次の日会社に行ってみると、2トン車で来ていいとのことだから俺一人でいいかと聞かれた。残土ではなくちょっとしたものを運んでほしいとのこと。すべては現場で指示されるらしい。まあ2日で6万ももらえることはそうないし、何も考えずに了承し昨日の現場へと向かった。現場に着くとなぜか神主がいて、祭りかと思える感じのお祓いみたいなことをしていた。半日ほどしてようやくお呼びがかかり、トラックを持っていくと古い神輿みたいなものとお墓にある細長い木が大量にあった。トラック全体と俺が何やら神主にお祓いされて、助手席に神主を乗せてとある神社へと運んだ。神社で荷を下ろすと、さっさと帰れと言わんばかりに追い出され、俺はそのまま帰宅の途へ着いた。全くもって不思議な仕事だったなと思って高速に乗り、気がつくと病院で固定しまくられていた。事故ったらしいがその記憶は全くない。そして今バイト先の会社もないというお話です。おー、うん、何だったのかね、なんか何だったんですかね、遺体とかが出てきたのか、龍神様か、うん、だからそこでお祓いをしないといけない何かがあったってことですよね。ね、うん、しかも事故った、うん、事故ってる、うん、神主さんももう早く帰れみたいな感じが、なんか厄介者扱いじゃないけど、ねえねえ、何なのか、うん、だよね、してるっていう、うん、不思議な話でも結構好きな話、ねね、いい感じですよね、うん、この話で実はこの話、うん、そっからいろいろレスのやり取りがありまして、うん、この話を読んだ人が書き込んだものが、うんはいはい、お祓いしたから事故程度で済んだのか、かっこ命までは取られなかった、でも6万円では割に合わないね、バイト先は単に倒産っていう質問をしてて、うん、それに対して、でも入院とリハビリで結構、あ、
入院とリハビリで結果大学辞めることになったし顔の傷がひどくてねって返してるんですよ、うん、バイト先の倒産に亡くなった理由は分かんないのかな多分。で別の方、なんか保険は入ってなかったの？建築現場の作業助手の派遣やった時無理やり入らされたよ。建築業界用らしいが事故ったやつはそこから入院費が出るって書いてあって、うん、それに対しては車両保険のみ特約で入院費と通院費は出たということで、うんうんうん、っていうふうにいろいろやり取りを返してるんですよね、うん、で次の質問、うん、古い神輿みたいなものとお墓にある細長い木なんで神仏混合してんだ。神輿は神社、外場は寺の管轄、外場を神主が供養するはずがないという書き込みに対して、知らないよそんなの、神輿はパッと見そんな感じだけど初めて見るものだった、外場って言うんだね、なんて読むか知らんけどと返しております、うん、まあ、確かにこういう人いますよね、こういうこういう書き込みする人、こっちはそんな知識ないけどそんな感じだったよって話なのにっていう、うん、まあ、気になる人は気になるんでしょうけど、うん、でもう一つ質問がありまして、はい、栃木っていう質問に対して、うん、なんで分かったの怖えよ、うん、と返してる、うん、ここで終了です。栃木にその池はある、なんだろう、有名なんですかね栃木では。栃木、うん、栃木やばい、でゲシャルト崩壊してきた栃木栃木ってなってきた。しかも栃木って漢字で書こうとするとちょっとパニクりますよね、あんなんか簡単なのに、うん、あそこどうだったっけ、うん、あの右側、ね、栃木、あと新潟のガタね、ガタもわからん言うみたいな読めるけど書けないわかるなというお話、ね、すごいね、ねえ、なんかこのこれを聞いたおかめの栃木の方はなんかあそこだみたいな、あそこだとか、あーこの話ねとか、うんうん、なんか知ってたら教えてほしいな、ね、あるかもしれないですよね、うん、でもなんかそんなコメントも多くなかったから、うん、そこまで有名じゃないのかな、ねえ、うん、だからそのまとめの中から見てるから他にもいろいろあるけど、うん、ちょっと栃木あおりしとくわ、あの X でポストするとき栃木の方ぜひよろしくお願いします。あ、ね、聞きたい、ね、うん、はい、すげえ興味深い話だったいっぱい、ね、うん、そう、なかなかお払いね、うん、だいたい払われたなんかどっか行ってお払い受けたみたいな話が結構聞いたことあるけど、うん、そのまつわる話みたいなのってなんかいろんなパターンあるなと思って、俺がねお祓いでちょっと印象に残ってるのはね、あの世界の怖い話だったか日本の怖い話だったかっていうなんか番組があってさ、それでその霊能者みたいな人が行くんだけど、うん、ある家に、はい、なんかね地下だったか1階だったかのそのなんか井戸周りみたいなのがなんかその蛇がここにいて水神様のみたいな、これを移動させないといけないみたいな感じで結構ヌーベーみたいな、うんうんうん、あのお祓いをする人です、あの湯に行ったりシュッシュッシュッシュみたいなやったりとかして、うんうん、それでその蛇をくるくるって手に巻いてポケットに入れる蛇はおらんだよ別にうんうん、うん、くるくるって巻いてポケットに入れて、でなんか奥さんの家かなんかがあるんだけど、うん、そのヘビにやった動きも奥さんの家にもやって、あ奥さん払ったとほら笑顔になってるでしょって言って見せてるんだけどさ、うん、でなんかその依頼者っていうかそこに住んでる人も旦那さんの方もさ、うん、あ本当だとか言って言ってるんだけどさ、へー、うん、もうね払い方がヌーベみたいだって、マジあの経典みたいなのをさ、はい、パラ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 ってやって、はいはい、うん、これトモ君その当時めちゃ言ってましたよね、めちゃ言ってた、めちゃ言ってた、ね、マジですげえ、うんうんうん、あれでその人のチャンネル YouTube チャンネルがあって昔、はあ、もう今どうか分からんけど、うんうん、クラブでお祓いとかやってたよ、へえ、うん、そうちょっとパフォーマンス的な感じの、うん、革ジャンとか着とる、へバイクで来てクラブに、でクラブで出会った人の中で「あなた何々何々ですよね」っつって「お祓いします」とか言ってシュシュシュって言ってお祓いしてた、かっこいいと思って中二心をくすぐるめちゃくちゃくすぐってたねすげえまあ奥さんも払ってたでまああの分からん人が見ると同じ動きに見えるけど、うん、ちょっとずつ違うのかもしれんね、うん、確かに確かに、そうそう、うん、よく見るとね、うん、違う
だから奥さんは払われてないです笑顔になっただけです、うん、その奥さんの霊についてる悪いやつを払ったんです多分。なるほど、もしくは、まあ、奥さんも払ってたけどねまあまあでもね、うん、成仏した方が幸せっていう、うん、ね、うん、考え方はありますので、うん、払ってくれたっていう感じですかね、はい、うん、そうっていう、まあいろんな、まあ、今日ちょっと紹介できなかった話がまだ 2,3 話あるんですけど、まだやりましょう、またやりましょう、ね、これは、まあ、でも、うん、それ以上ないですよってことだから次回やるのにはちょっと少ないというか、なるほど、あ、じゃあ募集しましょうね、お祓いのまつわる話、うん、付け足しでいきましょう、もし何かあれば皆さん書き込みやら、うん、そうですね、どちらかというとメッセージ送っていただいた方がいいかな、ね、うん、探しやすいのでね、うん、うん、コメントも一応読む、ちゃんと読んでるんですけど、投稿フォームがありますのでホームページの方に、はい、そちらから送っていただけると、タイトルをお祓いにまつわるお話にしていただければ探しやすいので、うん、ぜひお願いします、お願いします。じゃあ終わりましょう、はい、この話もし自分だったら、ありがとうございました。また後ほど。